行くぞ先生。痛みを知れ。痛みは世界を成長させる。言ってもわからんなら容赦せんぞ。よけら起動。何をしようと無駄だ。行け。一か八か。やったの。おとなしくしろの。終わりだの。これでどうだ。反撃するなら今だの。なかなかにやる。避けられはしない。二体同時ならどう。なんだこれは。これは何をしようと無駄だ。どうし逃げても無駄だ。少々甘く見て。どうした。もう終わりか。くそ、やられたか。口寄せの術。おいガマケンさん、どうやる。時間を稼いでくれ。終わりかの。やるな。口寄せ。また口寄せか。だがこの勝負わしの勝ちよ。ガマケンさんは戻れ。仙人モード。いない。遅いの。なんだ。久しぶりじゃな、ギナイアちゃん。頭に姉さん、どうかお力添えを。では行きますぞ。一度に三体やるとか。まとめてぶっ倒すほかありませんの。倒したつもりか。まだ生きた。
何というタフさだ。てっぺんにやるしかないぞ、ジャイアン。この手で。やつら、絶戦ばか。オーガマンジャー石山、残り二人。この俺を押している。オーガマンジャー石山、これで二人。これほどとはな。やった。やじゃ、ほれ。オーガマンジャー石山、これで全員だ。一気に肩をつけましょうぞ。甘く見るなよ。終わらせる。現実があったとはな。ナガト、僕はただ二人を守りたい。どんなに痛みを伴うことがあったとしても。なぜお前がこんな風に。さよなら。終わったの。さすがリンニガン、しぶとかったな。こんな場所にお呼びしてすみませんでしたの。あとはゆっくり休んでくだされ。わしもこの葉へ戻って。油断はするなとあんたから教わったはずだが、ジライア先生。だ、大丈夫か。うわっ、なんとか。どういうことじゃ。ペインはまだいたというのか。あ、わかりません。さてと。ペイン陸道、ここに剣山。バカな。6人おるんか。よう見てみ、さっきやっつけた3人もおるがな。なんじゃと。術か何かで復活させたとでも言うのか。完全に死んだやつを3人も生き返らせる術やこうあるかいな。ペイン、お前は一体何者なんだ。ペイン、それは俺たち6人全員を指し示す呼び名だ。お前は、その顔は、ヤヒか。
なぜお前が死んだはずじゃなかったのか。俺に弥彦の面影を見た。やはりかつての死だけは。なぜだ。なぜお前がリンネガンを持っている。どういうことじゃ、ジライエちゃん。かつての弟子の一人があの中にいます。ただその子はあの目を持ってはいなかった。なんじゃと。随分昔のことじゃ。思い違いだったということはないのか。いえ、リンネガンは間違いなくナガトが宿していた。この記憶は誤りではありませぬ。じゃあなんじゃ。リンネガンには本物と偽物があるとでも言うんか。いや、さっき戦った奴らの動力は並のものじゃなかった。おそらく新しく出てきた奴らの目も偽物ということはないじゃろう。どうした。偽物。改めて考えると、初めに見たあの男もナガトであるという証拠はどこにもない。いや、むしろわしの知るナガトとは違和感がある。もしわしがただ勘違いをしているだけで、あのナガトが偽物だとしたら、そうだとしたら、今目の前にいる6人の中には、おい、どうした。本物はいない。ジライアちゃん、何をこそこそと話をして、今さら策でもあるというのか。だがどんな策を講じたところで結末は変わらぬ。我らが前ではどのような策も通じない。お前たちにはただの死、それだけだ。小僧。体が言うことを聞かぬか。そうか。頭と姉さんは逃げてくだされ。おい、何を言っておる。ダメじゃ。ジライアちゃん一人でどうにかなる相手ではない。二人には綱手のやつにペインの情報を届けていただきたいのです。何の情報もなしに帰ったんじゃ、あいつに怒られ。ジライアちゃん。なに、わしもすぐにこの葉に戻りますので。まさか、ジライアちゃん、さっきの攻撃で。そっか、そういうことか。しかしじゃな、小僧。お前一人で到底かなう相手では。母ちゃん、行くぞ。父ちゃん。ジライアちゃんの言うことも一理ある。奴の情報をこの方まで届けることこそ今も。それにな、ジライアちゃんはすでに覚悟を固めておる。男の覚悟を簡単に曲げたらいけん。小僧、まさかお前。そうだ、実は姉さんに折り入って頼みがありましての。わしがこの葉に戻ったら、久しぶりに姉さんの手料理をいただきたいのですが。たっこぞ。おお、ま、任せておけ。うまいもんたらふく用意して待っとるで。ありがたい。これで思い切り戦えるというもの。
社長。では行ってくだされ。必ず戻ってくるのじゃぞ。ありがとうございました、お二方。カエルを逃がした。これで心置きなくお前とやれる。この状況でまだ強がるか。お前はわしが始末する、そう言ったはずだ。視界がかすむ。腕に力が入らない。千人モードでチャクラを使い切り、奴の攻撃で体はガタガタ。まさに満身創痍とはこのこと。だがまだほんの少しでも指先が一つ動く力が残っている限り、わしは諦めるわけにはいかんのだ。さすがは我が師。この状況になっても気迫は衰えない。だが結果は変わらない。あんたはここで終わりだ。結果なんぞいくらでも変えられる。諦めずに前に進む気持ちがあればの。そこまで大口を叩くのならば変えてもらおう。このいかんともしがたい絶望的な状況を。まだ戦える。往生際の悪い、そこまでしてなるの。せめて一体だけでも。そううまくはいかん。数が多すぎ。愚かまだわからん。それでは俺はやれず。くそ、立ってられん。いかん、目がかすんできやがった。よくここまで粘った。褒めてやろう。だが自分の言葉は曲げねえ。俺は火影になるまで絶対死なねえからよ。ナルト、賢いってのがそういうことなら、俺は一生バカでいい。そうだった、ナルトよ。お前はどんな時も諦めなかった。ならば、師であるわしが、お前の師であるわしが、諦めるわけにはいかんの。しぶといな。もう諦めろ。